はいどうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。いや頑張っていきたいんですけれども、あー眠いよ。どうしたんですか？いやめちゃくちゃ眠くてきついんだよ。そんな眠いってもう最近なんか仕事が忙しかったりするんですか？昨日の夜は朝までネットフリックスを見てて、で一昨日の夜は朝までネットゲームをやってて、でその前の日の夜は朝まで意味もなくずーっとぼーっとしてました。夜は早く寝なさいって。そんでただぼーっとしてた夜は何だったの？もうその日こそ普通に寝ればよかったじゃん。こんな状態で会社行ったら絶対寝落ちして怒られちゃうから、もうごまかす方法を考えてきたんで、ちょっと見てもらえませんかね？わかりましたよ。そのごまかすのがいいとは思わないけど、じゃあ一応見せてください。それじゃあ今から会議を始めます。じゃあ太郎くんなんか意見あるかな？あすいません、ちょっと今考え中なんで、ちょっと回しといてもらっていいですか？はい、考えておきます。はい、太郎くん、順番回ってきたから、太郎くん。はい。僕の意見としましては。です。いいね、それ。採用。いや、なるわけねえだろ、全然ごまかしてなかったよ。太郎くん、申し訳ないけど、今クレームの電話来ちゃったから、19番にかかってきてるから、対応してもらっていいかな。マジか、最悪だよ。眠い時にクレームの電話はもう、マジかよ。はい、お電話ありがとうございます。はい。ございませんでした。ガチャ。絶対ダメだよ、それは。もう最悪100歩譲って会社の人は良かったけど、お客様にそれやったらもう絶対にダメだから。漫才中に寝ようとすんなよ。もうダメだよ、生活に支障出ちゃってるから。普通に寝てください、夜は。わかりましたよ。もう寝るのをごまかすのは諦めます。分かってくれましたか？寝るのをごまかすのを諦めて頑張って無遊病マスターします。いや夜寝る努力してもうええわ。どうも、明日。